東大にはいじめがないという話をしたいなというふうに思います。ないというか、そもそもの前提が違うんですよ。東大生100人に聞きました。アンケート取りました。あなたはいじめを受けたことがありますか？ほとんどゼロです。っていうだけじゃないんですよ、これ。あなたは今までの人生の中で、いじめを目撃したことがありますか？ 10% いかないです。東大生異常です。東大生の多くの人たちっていうのは、まあ名門校と言われるところからの、東大合格というふうになります。親御さんの世帯年収が高く、子供に対してですね、深い愛情を持って余裕を持ってですね、接することができていて、学校の民度みたいなものっていうのも高く、そうすると何が起こるかっていうとですね、東大入ってみると、本当に中高時代めっちゃ楽しかったんだよね。仲間、友達っていうのはみんなですね、まあ開成麻布の子たちだったらですね、まあ自分たちの、まあ仲間がですね、ほんと100人ぐらいいてですね、めちゃくちゃアットホームなんですよ。っていう空間なので、いじめってないです。